試合前の準備だ。試合開始だ。さあ、緊張のキックオフです。どんな熱い戦いを見せてくれるのか。実況は角間啓太でお送りします。面白いじゃないか。おっと、抜けろ。はぁ、ナイスセーブだ。行くぞ。よし、行くぞ。空気読めよ。いけるのか。爪が甘い。両者も一歩も譲らない。ファイヤートルネード。強烈な水差しだ。津波ウォール。ゴール。先制点が決まった。ゼウス中のキックオフで試合再開です。さあ、追いつけるか。はっ、はっ、止めろ。任せろ。早くボールを奪うんだ。これが神の力だ。両者とも調子が良さそうです。つまらんな。撃て。任せろ。今日は実は任せろ。皇帝ペンギン一号。うわー、強烈な必殺シュート。津波ウォール。ゴール。よし、決まったな。ゼウス中のキックオフで試合再開です。はっ、任せろ。今だ。ボタン、ラッシュ。ここは止めた。行くぞ。打たないっす。ザ・ウォール。うわ、まさに鉄壁のディフェンス。太陽、今だ。へい、ミニングシュート。凄まじい威力だ。止めてみせる。津波ウォール。キーパー、ナイスセーブだ。行くぞ。まだまだ。これは任せろ。はっ、任せろ。行かせん。うわ、パワー。うわ、ナイスセーブのディフェンス。行くぞ。行くぞ。くらえ。ヘブンズタイム。はっ、これは止められない。行くぞ。はっ、任せろ。払いです。見せてやろう。皇帝ペンギン2号。なんというシュートだ。止めてみせる。ギガントウォール。ゴール。突き放した。この試合勝たせてもらう。ゼウス中のキックオフで試合再開です。さあ、追いつけるか。はっ、ボールがタッチ終わりました。ゼウスボールで試合再開です。大地が味方してくれる。任せろ。任せろ。なんと、任せて。よし、行くぜ。キーパー、ナイスセーブだ。行くぞ。止めろ。いけるぞ、みんな。いるぜ。行くぜ。さあ、ゼ
ペラ終了後任せろ。素晴らしいね。今だ。バックトルネード強烈な必殺シュート。止めてみせる。津波ウォール。キーパー止めた。行くっす。止めた。戻せるか。つまらんな。どう。ファイヤートルネード強烈な必殺シュート。ゼウス中のキックオフで試合再開です。はい。今だ。ふっ。クロスドライブ。凄まじい威力だ。止めてみせる。ギガントウォール。キーパー止めた。ここからはロスタイムです。やろうぜ。起動。任せろ。今だ。へい。スピニングシュート。なんというシュートだ。止めてみせる。ゴール。これは圧倒的だ。この勝負は譲らないよ。ゼウス中のキックオフで試合再開です。はっ。行くぞ。任せろ。はい。ここで前半終了のホイッスル。さあ後半戦始まりました。はっ。決めろ。これは強烈なスライディングだ。行くぞ。任せろ。ほらほら。止めろ。はっ。結構やるな。行くよ。行くぞ。試合になってきました。お前たちのサッカーを見せてやれ。素晴らしいね。試合になってきました。任せろ。ナイスセーブだ。行くぞ。ふっ。止めろ。うっす。うっ。任せろ。一方的な試合になってきました。任せろ。やめよ。はっ。いくよ。クイックドロー。まさに鉄壁のディフェンス。行くぞ。ふっ。任せろ。くらえ。裁きの鉄槌。ここは止めた。守りを固めよう。任せろ。よし。行くぞ。一方的な試合になってきました。任せろ。行かせん。パワーチャージ。ここは止めた。行くっす。止めるっす。リフレクトバスター。強烈な必殺シュート。止めてみせる。真魔神座発動。キーパー止めた。うっ。これはファールを取られました。さあフリーキックで試合再開です。行くっす。止めるっす。行くぞ。待てろ。俺のスライディングだ。止められるかも。ゴッドノーズ。はい。凄まじい威力だ。止めてみせる。真魔神座反応。キーパーナイスセーブ
いけるぞみんな。ナイスセーブだ。行くぞ。守りを固めよう。つまらんね。ファイヤートルネード。強烈な必殺シュート。津波ウォール。キーパー、ナイスセーブだ。行くっす。通さないっす。ザ・ウォール。うわぁ、ここは止めた。はっ、おっと、待てろ。はぁ、行くぞ。俺は負けない。今だ。ボタン、フラッシュ。まさに鉄壁のディフェンス。やらせるか。イラースライド。まさに鉄壁のディフェンス。任せて。キーパー止めた。行くぞ。任せろ。任せろ。ああ、終了目前。このまま終わってしまうのでしょうか。皇帝ペンギン一号。うわ、シュートだ。ギガントウォール。決まった。まあこんなものだ。ゼウス中のキックオフで試合再開です。さあ追いつけるか。任せろ。ファイヤートルネード。なんというシュートだ。止めてみせる。津波ウォール。キーパー止めた。行くっす。行くよ。はっ、今だ。へい、ビニングシュート。凄まじい威力だ。止めてみせる。津波ウォール。キーパー止めた。行くぞ。さあロスタイムに入りました。俺のスピードについてくれ。ドラゴンクラッシュ。凄まじい威力だ。止めてみせる。津波ウォール。見たか。ゼウス中のキックオフで試合再開です。はっ、いくよ。クイックドロー。ここは止めた。任せろ。任せろ。いけるのか。任せろ。ここで試合終了のホイッスル。見事な勝利です。両者ともに気力を振り絞った接戦でした。実況は角間啓太でお送りしました。いいプレーだったね。